さあ、ということで選択肢のところですよね。薬があると思われる場所は研究室、ラボ、地下室。地下室かな。地下室に行きましょう。僕は紫という研究者の部屋と思われる地下室をきちんと調べていないことを思い出す。あの室内には机や鉄製の扉がついている棚など厳重に鍵のかかっているものが多かった。他の部屋とは違って荒らされていないことからきちんと調べれば何かが出てくる可能性も高い。そうね、行ってみましょう。僕と同じことを考えているのか、鴨居づけは何度か小さくうなずくとそう言った。どうかな。そうだよねこういう部屋だったね。すごい匂いですね。ハグロスさんが胸を押さえ目の下を痙攣する。確かにここに来るのは二度目だが、この辺りに立ち込める腐朽と壁一面に乱雑に貼ってある女性の死には慣れないままだ。そしてここの部屋は相変わらず異常な空気を常にまとっていた。圧縮した空気の中に鉄の錆びたような匂いと獣臭にも似た匂い、何かにねっとりと絡みつかれるじっとりとした感じだ。だからこそ何かできそうな予感もする。見渡せば部屋の中には机や顕微鏡、棚がいくつか立ち並んでいた。そして部屋の奥に行けば行くほどに腐朽はすごくなり、部屋の一番奥には物置と思われる部屋が存在している。棚にはどれも鍵がかかっており、それ以上浮かない、中にはわからない状態だ。仕方がない。片っ端からこじ開けて薬を探すしかない。とにかく探しましょう、押す。小暮さんはアエンさんを救う手代わりを見つけるために必死だ。普段なら出ないような力を発揮して、次々に棚の鍵をこじ開けていく。おう、カジパのバカ力ですですね。ハグロさんは珍しいものを見たという顔で、小暮さんを見つめている。ちょっと、のんきなこと言ったので、すぐ中を見て。鴨居づけは顔をしかめ、好意深くして、ハグロさんを、たしなめた。なーい。ハグロさんは返事をすると、小暮さんに急いでいた視線をくるりと反転して、棚の中身に集中する。僕も小暮さんの、破壊した棚の中を一つずつ確かめていくことにした。先輩、こんなものがあったらあります。小暮さんはある棚を壊して中身をぶちまける。すると、中から、多数の虫の標本や虫に関する資料がいくつも発見された。おや、虫ばっかりね。気持ちが悪いと言わんばかりに鴨居づけは目を覚める。確かにその通りだった。出てくる資料やものは全て虫に関連するものばかりだ。先輩、こっちにはこんなものありますよ。ハグロさんは自分が探していた棚に僕を呼びつける。そこにあったのは虫の鱗粉や体液だけを集めたもの、そして血液の資料。試験管に入ったすれば、さらにガラスケースに入れられて丁寧に保管されてる。しかもこれは人間のもんだ。なぜここに人間の血液か、被験者の血なんだろうか。こういうのを見てると、炭酸飲料で歯とか骨を溶かす実験を思い出しますね。いや、僕は思い出さないけど。カズミ君、こんなものがあるよ。頭をひねってると、鴨居泉警部から紙の束を渡される。それは虫に関する基本的な情報が書かれた資料の束だった。資料の記述にあるこの施設で行われていた研究のことに目が留まる。資料によればこの施設で行われていた元の研究は寄生虫ダイエットと同じ目的。なんかすごい勢いでワードが手に入ってるね。体内で不要な栄養分や老廃物を分解、食べてくれる虫を研究してたらしい。しかしその研究を進めていく過程でクイーンと呼ばれる特殊な虫が生まれることがあり、そこから研究に変化が現れる。クイーンからは他の虫とは違う分泌液が発見されたんだ。しかしそのクイーンがどうすれば生まれるのか、そのサイクルは不明、確率はごくわずかなんだと書かれていた。それでこのクイーンを生み出す確率を上げる研究をしてたってわけね。このクイーンは他の虫とどう違うわけ？はい、資料によればこのクイーンっていうのから分泌される物質は人間の潜在的な治癒能力を飛躍的に向上することができるらしいです。つまり不死身の体を生み出すことができるんですね。すごいや。バカバカしい。程度が良くて死にくい、生きながらえさせることしかできないわよ。不死身の体なんてどんなに科学が発達しても無理な話よ。人はいつか死ぬ、それは当たり前のことだわ。それよりそっちは。鴨居づけは依然表情を変えず、そう僕に顎をしゃくって促す。僕はうなずいて、もう一つの資料に紛れたファイルを手に取った。それを開き、目が止まった箇所を読み上げていく。
この施設では卵入りのカプセルを飲ませ、人体内で孵化する実験を行っているが、その過程であることに気づいてしまった。誘発剤の成分を発見した。これを卵と飲むが、虫の体質を劇的に変化できる。危険な副作用と思うものが仕方がない。人体内で孵化する際に誘発剤は危険だと、一向に実験に取り込もうとしない。人体実験には副作用に関してはやむを得ないものだ。だが、完全なる監視をもとに行えば、最小限に被害は抑えられると何度も説明したのに、上は言うことを聞いてくれない。これを行えば、劇的な効果が出てくることは間違いないのに。いい加減、この不切な研究方法を取りやめて、誘発剤を使うようにしなければ、そうでなければ妹が。妹の病気は悪化するばかりだ。妹ってワードが出てきましたね。半分日記のようなもんで、どのような実験を行って、この研究を進めているのかまでは、詳しく書いてはいない。なぜ体内で孵化しなければいけないなども不明だ。ただ、このファイルを作成した紫は、それに不満を持ってるらしいんだけは伝わってくる。そして、最後のページには、こう記述されていた。なんであいつら愚かなんだ。このままでは時間がない。虫下しがある以上、最悪の事態は避けれるのに、もし体内から孵化したとしても、スタッフへの危険防止策は万全である。にもかかわらず、ゴーサインがない。どういうことだ。愚かだ。サイエンスの開拓は危険を伴うという宿命を理解しちゃいない。だったらば、リスクを犯してでも決行するしかない。おそらく、この惨劇は人災だ。この紫という人物が、しでかしたものに違いない。しかも実験による事故は、織り込み済みだったようだ。文書の最後に書かれている支離滅裂な部分も気になる。だが、これだけの情報が蔓延している店で、虫下しらしき薬は見つからなかった。先輩、ここって。小栗さんが指差したのは、鍵のかかった物置の部屋だった。ここから不臭が漂ってると思われるくらい、その周辺の匂いは半端ないもんだ。最初来た時に気づかなかったが、その間に何かあったんだろうか。しかし、もうここしかない。この中に何らかの手がかりがあることを期待しよう。やはり、この扉も頑丈らしい。小栗さんは腕に血管を浮き出しながら強く扉をした。僕も手伝います。小暮さんとこじ開ける扉はまがまくし見え、まるで異世界の入り口のようにさえ感じる。力を振り絞って扉を壊す。それこそ、羽黒さんの言う火事場のバカ力だ。ガキッと、鉄同士がすれ合う音が響き、扉がギーギーと泣きながら開いた。だが開けた途端、思わず息を飲んだ。扉の向こうに刺さる液体が目について目を覚める。その液体は、赤くドロリとして、急に周りの温度が下がったように肌寒い。開いた扉の中にはバケツがいくつも置かれていた。鉄で錆びたどこにでもあるようなバケツだ。そしてその中には、何よこれ。なんだなんだ。思わず嘔吐しそうになるのを口で塞いで飲める。込み上げる不快感を何度も飲み込んだ。人骨は肉片、肌色はピンク、赤が入り混じった体液、指だと思われる爪が剥がれ、あらぬ方向へ曲がっている。それぞれがバケツの中に投げ込まれて、黒い血の塊と一緒になっていた。その中には、服の切れ端などもあり、その横には自然に汚れたモップが立てかけてある。僕は自分の思考を打ち消すように、幾度も頭で否定をし、己の早まることを抑えつけようとするが落ち着かない。まさか、まさかだ。そこで僕は気づき、声を絞り出した。これ、被験者たちの慣れの果てではないでしょうか。実験が失敗し、虫に食べられてしまったその残骸。乱雑に積み上げられた頭蓋骨を数えると16。引いていた被験者の数は20人。ナエさんに春田さん、エミリーさん、春日さん。その人数を引いた数と一致する。小暮さんは今にも倒れそうな体育を壁に寄りかけるように消してる。羽黒さんは眉をしかめていな。その可能性はあると思うわ。でもそう考えると、鴨居図は眉間に一層深い筋を刻みながら僕を見据えた。そう、鴨居図は僕と同じことを考えてるんだろう。そう考えるのが自然だ。死体がもし本当に被験者のものとすると、なぜ僕らが来た時その残骸が施設内に転がっていなかったんだろうか。なぜこの猛気に押し込められていたんだろうか。誰かが僕たちが来るまでの間、散乱する残骸を片付け、モップで掃除して回っていたということなのか。
すなわちそう考えることは、その片付けを行った者は暴動後に生き残っていることを指している。ひいてはこの暴動よし危険を回避したことも考えられる。するとやはりそれは部屋の主の紫という人物なんだろうか。その人物は今どこに、今もこの施設のどこかで僕らを見つめてるんだろうか。なんとなくね、もしかしたらみたいな方はね、いらっしゃいますよね。ただ妹ってワードが出てきたりしてますもんね。結局地下室には無視監視はどこにも見つからずじまいで、あやさんの容態はさらに悪化の一途をたどってる。あの肉片や骨が目に飛び込んできたあれから、僕は恐怖と悟感がすでに張り付くように過ぎやった。それはみんな同じらしく、鴨居付けをたすらほとんど無言のままだ。ただ一人こう知らない間にもあやが、薬がないことに焦りを感じるのか、小暮さんの隙がなくなってる。クソと吐きする言葉にはあやさんのために何もできないという責の念がにじめてた。でもそれは僕も一緒だった。あやさんを助けるために何もできない。ただただ残りの時間が減り、最悪の事態になることが迫ってくるばかりだ。僕は今までの状況に何か薬を示す意図がないか反省する。心当たりがないだろうか。今までの部屋の状況、みんなの意見、小暮さんの言葉、カモイズゲオ、ハグロさん。そこでハッと気づく。僕はある可能性を見つけた。ひょっとして赤坂さんの部屋にあるかもしれません。先輩、どうして赤坂君の部屋だと。なぜ赤坂さんの部屋にあると思えるのか。さあ、ということで選択肢ですね。彼が薬を怪しんでいたから、彼が人と目を合わせないから、薬を怪しんでいたからかな。赤坂さんが薬を不審がっていたことが気になるんです。そう、僕は赤坂さんが妙にこの施設を薬を不審がっていたことを思い出したんだ。妙かなのかもしれないが、薬の知識は被験者の中では高く、そしてあの性格だ。もしかしてこっそり飲まずにどこかに隠しているんではないだろうか。確かに一理ありますよ、カズネス先輩。ハグロさんがしみじみと同意してくれた。あそこまで施設や試験を信用しないんですから、それくらいやってそうですね。黒崎さんが作ったスープも飲めない私、薬ならなおさらと思いますよ。うん、どこかトゲのある含みを感じるが、ハグロさんはお構いなしだ、お構いなしだね。確かめに行くであります。隣電話、小暮さんが意気込んでる。そうだ、きっと赤坂さんの部屋と回れるこの場所を探せば、きっと手くつかずの試験薬が出るはずだ。こちらです。さあ、赤坂さんのお部屋だね。僕たちが来たのは赤坂さんの寝室。そっと中に踏み入れれば、やはり他の寝室と同じレイアウト、セス独特な妙な殺風景に、ベッドと小さな引き出し付きの棚だけが置かれている。そしてやはり妙に片付けられたバッグだけがベッド脇に置かれていた。小暮さんはすぐさまどこか他の寝室との相違を探すように細かく部屋の端から見て回ってる。警棒も窓を叩いて侵入経路を確認していた。けど先輩、なんでここは赤坂さんの部屋だって思ったんですか。僕の言葉の真意を押し上がるように、ハグロさんは僕に質問する。僕は頷いた。他の部屋は洋服とか棚にいるなどして、もっと生活感があったり、逆に何もない場合は多いと思うんです。でもこの部屋だけはすでに荷物がバッグに片付けられてるんです。赤坂さん、ミスも何かあれば逃げられるようにしてたんじゃないでしょうか。今回はあまり急だったみたいで、荷物を持たないで隠れていたみたいだけど。なるほど。先輩、こちらあります。調べてみると案の定だったらしい。お、小暮さんが何かを発見したらしく、大声で僕らに呼んだ。言われるがままに引き出しの前に集合する。お、薬っぽいものがありますね。広げてみたらこれだ。これで彩が助かれています。興奮気味に小暮さんは声をワンオクターブ上げて喜ぶ。そこの中にはデスカスのブルーのカプセルがティッシュにくるまうようにしまってあった。飲まなかった薬をこうやって隠しておいたんだろう。でもさらにティッシュの方から薬ができましたよ。いつの間にか手に取っていじっていたハグロさんがこちらの方。お、また違った薬かな。ハグロさんの言う通り、予想に反してオレンジのカプセルがそこにあった。これでカプセルは肉汁、しかもそれぞれ数が違う。これどっちかが虫の卵入りで、どっちかが虫下しかなんですかね。
ハグロスさんがいぶかしげに首をかしげら、多分その二択で間違いないだろうってことになるよな。ハグロスさんの手のひらに広がったティッシュには、オレンジの錠剤が2錠、ブルーの錠剤が1錠転がってる。虫下しの薬はどっちだ。うわマジで、うわ、選ぶんだ。選択肢なんだ、オレンジとブルー。オレンジで。オレンジじゃないかな。僕は少し線を落として考えると、そう自信な答えだ。ちょっと待って、薬が配布されるのは朝8時と夜10時、事件があったのは昼間だから、まだ夜の薬は配布されていない。だから錠数が少ない方が夜の薬、虫くなしじゃないかしら。鴨居介は論理的な意見を述べ、僕は今日疲れるけれど人のことに納得し頷いた。確かにその可能性の方が高そうだ。じゃあブルーの方が虫くなしありますね。国立さんは早口で申し立てる。サクロさんからブルーのカプセル薬をうまいように振り上げると興奮したように離れました。これを飲めばアヤが助かります。そうね、早く飲みましょう。そうだ、一刻も早くこれをアヤさんに飲ませてあげなければ。そうすれば最悪の事態を免れる。そう思い僕らの食堂に向かった。とりあえずここ間違えてバッドエンドみたいな、ゲームオーバーみたいなことはなさそうかな。あや、虫菓子の薬もできたぞ。小暮さんは息を酔うと食堂のそばで出待つ綾さんのもとに井の一番に駆け寄った。だがすぐに何か異変に気づいたように表情を曇らせる。正気は失せ、唇が触れてる。小暮さんはこれまでないほど慌ざめた表情でこちらを見た。小暮さん、嫌な予感がした。綾が。綾さんがどうしました。もう薬の効果で容体が悪化してしまっていたんだろうか。綾が、綾が。泣きそうに震える唇から発せられたのは、アヤさんがいないということだった。白く煙るような蛍光灯の下に浮かぶソファーの上には、アヤさんがかけていた毛布しかない。まるでそれは抜け殻のような奇妙な消失感だった。だが、なぜ彼女は聞いたのか、アヤさん自身でどっかに行ったんだろうか。いや、それならばまだいい。でももし、誰かアヤさんをさらってしまったんだとしたら、全国、地下室で見たばかりの、死肉の山を思い出し鳥肌立つ。鼓動が波打ったのか分かった。アヤさんがこの場所からどういう経緯で消えたのか分からない。でもこのままに非常確にはいかない。とにかく早く探しましょう。不安が胸を圧迫しながら僕らは食堂後にした。いましたか。こっちにいわよ。先輩たち、こっちにいません。薄暗い廊下を走りながらそれぞれ探した場所の報告をする。だが内側にアヤさんはいない。それだけの結果しかなかった。どこを探しても見当たらない。あや、そう、小暮さんの不安も絶頂になってるのがわかる。玄関側のトイレにも、もちろんその周辺にもアヤさんはやはりいない。僕は恨み事のように唸った。横では小暮さんが泣きそうな顔でうつむいていた。僕は慰めようにも適当な言葉が浮かんでこない。こういう時に自分の言葉の貧困さを感じる。他を探しましょう。僕はそんな念を振り払うにそう言った。他に探していないところは。ごめん先輩、大丈夫ですか。その時ハグロさんの珍しく焦りが含まれた声が響き当たる。見るとカムイズケはその場に頭を抱えてうずくまっていた。バカみたいに大きな声出さないくれない。少し通過するだけだから。そう言って立ち上がるが、顔をしかめたまだ。そういえばこう通るときはいつもカムイズケはそうだった。またこの音。音ですか。耳を澄ますと、かすかに、こう周波が聞こえる。それはとても繊細で、この音に骨を細かく震わせられるようだった。しかし、それを感じるのは微量なもんで、鴨居介ほど苦痛に思うのではない。私、デリケートだから、きっと高周波の音波が合わないんだと思うの。でも、高周波というものは、外部の虫や動物を施設に入れないためのものではないでありますか。なのになぜ内側にも。ここは虫を研究してる施設さんですよね。だったら内部の虫を逆に外に逃げるのを防ぐために高周波がここにも出されているんじゃないですか。ハグロさんが扉をコスコスと叩く。まあ僕は感じにくい体質みたいですけどね。そのハグロさんの言葉にムッとしたのか、鴨居介は冷たい背を向ける。そう、あなたは随分太い神経してるね、ハグロ君。私は何度も頭が痛くなってるのに。何度も？
確かカモイズ家はこの場所以外にも。あ、そこで僕はハト気づいた。この状況から伺えること、そして過去の現場での状況、それは僕に分かりました。この事件の裏にいる人物が。さあ、ということで推理ロジック来ましたね。推理ロジックでこの事件を整理しよう。さあ、検証1。この施設の被験者たちは結局何の試験のアルバイトをしていたというんだろうか。さあ、ということで、うわ、白い虫かな。ここはあの白い虫を養殖する実験施設だ。検証2。ロズ修士、彼には大きな秘密があった。その秘密とは。さあ、ということで、やっぱね、ありますよね、じゃないかなって思うんだよね。このロズさんの正体が紫さんっていう。さあ、検証3。ではロズ修士はこの研究室で何をしてたのか、被験者たちに対し何をしたのか。さあ、ということで、ここも白い虫かな。さあ、検証4。伊織春菜はどういう性だったのか、なぜ死んだんだろうか。ここも白い虫ですかね。春菜さんはあの白い虫に食われた。検証後、赤坂英二の死には荒川恵美が関係してると思われる。彼らの関係とは何だろうか。ここは凶暴ですかね。赤坂さんは恵美さんの凶暴化で殺された。検証6。小暮彩と荒川恵美、あの衝撃的なトイレでの光景は忘れない。彩さんに何があったというんだろう。二人の関係はどんなものだったのか。さあ、ということで、ここは友達でいいんじゃないかな。マヤさんがエミリーさんを友達だと思ってる。さあ、ということで、あとは空欄を埋めていくんだが、おお、警部も入ってんだね。小暮さんとあやさんのところ、わかるかな、わかりやすいかな。偽物バカさがすぎるでしょ。あやさんの小暮さん実は兄弟ではない、まあ、シンプルに妹じゃないかな。あやさんと小暮さんは兄弟だ。で、あとは3つかな。しおりさんから研究室になるのか、これは。まあ、管理人ですかね。黒崎さんは被験者たちの生活の世話をした。で、木村さんから研究室、まあ、運転手かな。木村さんの仕事は被験者たちを運ぼうだ。で、木村さんから黒崎さん、ロマンチストあるね。親しい間柄でいいんじゃないかな。木村さんと黒崎さんは友人以上の関係だ。で、行ってみましょうか。多分全部埋まってるよね。なんかめっちゃ右下になんかあるとかないよね。隠しコマンドみたいな。さあ、行きましょう。お願いします。さあ、検証1。このオセスは新しい健康法の薬を試験すると居座って集められた被験者に寄生虫の宿主にする説だ。おそらく夜には虫なし薬を飲ませることから、実験の成功には特殊な条件があるんだろう。つまり毎日白い虫の卵を飲まされて何かの実験をしてるんだ。検証2。ロズ先生は不治の病に侵された妹さんがいると語っていた。
その様子は穏やかでもなったが、一度してやるせなさを感じるに違いない。一方、地下室で発見された紫なる人物のファイルにも感情をむき出しの言葉があった。ここまでは時間がない。サイエンスの解体は危険と思う。リスクを犯しても決行するしかない。これはまさかロド先生の妹さんの難病を治療するための言葉なんじゃないだろうか。もしそうだとするならば、ロド先生はここにいないということになる。この場にいたら紫だ。紫は医療行為をしてたんじゃない。実験データを収集してたんだ。このような惨状を引き起こしてなお実験に執着するならば、彼はおそらく僕らをこのまま返すつもりないだろう。さあ、検証さん、ロド先生が被験者たちに虫を追いつけた。寄生虫を体内で孵化することによって得られる何かを彼は狙っていたんだ。だがしかし、それの獲得は難しいよね。失敗に終わると夜に無宿な試薬を飲ませてタイガーに搬出させた。それだけじゃない。一向に成果が上がらないとじれた彼は、許可が下りていない誘発剤を使った可能性が高い。そのせいで被験者たちがあのような惨劇を引き起こす結果になったんだ。さあ、検証4。ハルダさんは体内に寄生していた白い虫に食い尽くされた。その死の直前、彼女はマリオクラスさんに正気を失ったように呼ばれていた。ヤドロシの生命すら食い尽くす白い虫なんて僕は聞いたことがない。たとえ実験だとはいえども、このようなことが事実だとは認めたくはない。このような危険性をこの施設は本当に認識してたんだろうか。このような無言らしい死を用意したものは罪に問わなければならない。さあ、検証後、赤坂さんの死亡状況はエミリーさんや春菜さんとは全く異なっていた。春菜さん、エミリーさんは体内から破裂したように亡くなったのに対し、赤坂さんははっきりと元気を止めていたんだ。これは他の二人とは切り分けて考えなければいけないだろう。それはひとえにすぐそばで亡くなったエミリーさんの凶暴化によるもの。おそらく死の食材に脳を得られ暴れ回り、たまたまそばにいた赤坂さんを襲ったに違いない。そのような凶行に走らせるこの施設の秘密は一体何なんだろうか。さあ、検証6。アヤさんはエミリーさんを友達だと思ってる。ハルナさんとの相性が悪い中、エミリーさんは彼女にとっての心の支えであったことだろう。そのエミリーさんも亡くなってしまっては、さぞかし憔悴したと想像できる。これ以上の被害を防ぐためにも、アヤさんを何としても無事に家に帰さなくてはならない。それが命を落とした子たちのためにもなるはずだ。やっぱ丸なんだなぁ。ロズ先生のところね。よし、ということで、とりあえず大丈夫そうだね。おそらく。いやー、ほぼ、ロズ先生は紫という研究員です。なんと。多分、彼はアヤさんを狙っています。ずらりと嫌な予感が僕らの身を包んだ。小暮さんの額には油汗がにじみ、かくいう僕自身も喉が急速に渇いていた。他に探してる場所って、よほどこの甲子園が答えるらしい。こめかみに、ふなしぶを当たながら、カムインズゲは絞るように声出した。が、これ以上は、まばたを閉じたまま黙ってしまう。ラボです。今度は、カムインズゲの言葉を引き継ぐように、ハグロさんが口を決めた。確かに、ハグロさんの言う通りだった。唯一探索しない部屋、この場所から一番離れた場所に位置する部屋。ラボか。そして、精密検査が可能で、手術が可能な場所。小暮さんは人をすぐにそのまま弾けるように、暗く静寂な廊下を駆け抜けていった。僕らも行きましょう。僕たちは先を走る小暮さんに追いつくように、地面を強く蹴った。
紫さんとアヤンさんがいるであろうラボへと僕たちは飛び込んだ。そっか。アヤンさん、薬品の匂いがムワッと鼻孔を包める。視界に飛び込んできた光景は。わあ、いますね。お兄ちゃん。グラスの壁の向こう側で今にも切りそうな声で、クールサンイブ・アヤンさんと、リンスへと続くガラスの扉のドアノブを一緒にこじ開けようとしているコールさん。無駄だよ。そこは鍵がかかってる。声はスピーカー越しから聞こえてくる。その小姉は淡々として何の感情も込められてはいない。アイスを見こだし、ミスを舐めるように見つめる彼、ロズ先生の姿だった。そこにはうっすら笑みも滲んでる。君たちはそこで干渉してるといい。ガラス越しに見える彼はメスを移動しそうに、人差し指でスッとなぞると、ゆっくりとメスからアヤンさんに瞳を移動する。その表情は薄く冷淡に笑っていて、もはや優しいロス先生のお化けはどこにもなかった。あや。小暮さんは苛立って、膝を当たられているガラスを幾度なく立てた。強く噛み締めた小暮さんの奥歯がギリときしんだ。無理もない。ガラス越しに迎えるアヤンさんは後ろ手に縛られロスに取られていた。意識はあるものの抵抗する力はない様子だった。小暮さんなくともすぐにでも飛び込んで助けてあげたかった。あなた、紫さんですよね。僕は言葉を絞り出す。様々な感情が渦巻いて言葉は輪郭を失う。だったらどうだって言うんだい。引きずった作り笑いをするような彼の姿からは正体が見破られたという焦燥はなく、むしろ喜んでいるようにすら見える。最低ね。反感が過ぎに立つだろう。変音服の目つきで、カムイスケは睨み上げる。それに紫さんは一瞬をしばると、今度は淡々と言葉を紡いでいく。100万分の1の可能性にかけたことは、告白で残酷な微笑をアヤンさんに、そして僕らに向ける。僕は息を呑んだ。100万分の1の可能性、彼は何を言ってるの。僕は彼にしっかりと視線を合わせる。周りは不思議なほど静かだった。この100万分の1のためなら私は何だってやるよ。いや、やってきた。彼は自分自身に陶酔したように僕らに語りかける。それはまるで昔話を聞かせる老人のように優しい子だった。何の可能性だか知らないけど、なぜこんなことをする必要があったのかしら。意味がわからない。意味がわからない。カモイズケの言葉が意外なのか、彼は首をかしげる。冷え冷えとした、そして散々とした空気が彼を包んでいく。意味ある。すべてあの子のため。あの子。そこで僕は思い出す。僕らが訪れた謎のスカス、壁一面に貼り付けられた紙には一人の少女が映っていた。どれも古くて、すべて顔が判別できないものばかりだった。あの儚げに笑う少女、彼女は彼とどういう関係なんだろうか。恋人。あの子は私の妹だ。クスと僕の思考を打ち消すような笑い声が響いた。そして僕が口を差し込む意味もなく続いていく。あの子は私にとって大事な存在だ。うっとりと彼女の顔を思い出しているんだろう。不意に彼はとても柔らかい表情を見せた。今までに見たことないような、いや、どこかで同じ表情みたいな気もする。どこでだったろう。私の一番の理解者で、彼の彼女への溢れる思いを語る口は熱い。本当に優しく聡明で、私のそばでいつも吠えていた。でもそこで一呼吸を入れる。途切れた言葉、瞳だけが後ろに遥か遠くを染めていた。でも彼女は難病だ。コーマードもなく死ぬ。死んでしまうわ。彼は顔を移転すかせたまま、口だけをパクパクと動かしていく。だが、それを救う手立てがあったらどうする。そこまで聞いて、この場にいる全員が察する。そして、そこしてるの不安感が全体を包み込んだ。ガラスに触れるコレさんの指に力が入る。その様子は気づいたよね。妹を救うために誰かが犠牲になったとしても構わない。なあ、君ならその気持ちがわかるだろう。と、メスを持ったまま、コレさんに同意を求める。そんなことないであります。嘘つきだな、兄貴のくせに。そう、彼の研究は全て妹さんのためにやるんだ。
この説はね、ある虫のクイーンの分泌物の研究をしてたのが、私はそれにかけてね、まあこれは通常の虫だけどね。彼はそう言ってアネさんの横に置かれたシャーレから取り出した扁平なヒルのような虫を水先で潰し僕らにかけてみせた。実際のジョーだったらこれよりも数倍大きいと思うよ。むちゃ粘着質気味の白い液体が指を伝う。とろりとろり。それを見つめる彼はどこへどうしたのだ。虫のクイーンから分泌される物質は人間の先天的な治癒能力を飛躍的に向上するらしい。誇らしげに自分の研究の過程を僕らに見せつけるように虫を持った指に力を入れる。どうだい、好きだろう。でもクイーンだったらこいつ以上のすくすがあるんだ。彼が指に力を込めるために液体がアヤさんの体にポタポタと落ちた。だけどこの虫は繊維化が難しいねと彼は改めて見せた。こいつは人間がエロしたんだよ。だから大抵は通常のやつしか生まれてこない。クイーンが生まれる確率はそう100万分の1なんだよ。100万分の1の可能性、それはクイーンが生まれる可能性、そして人一人を生き存じ得る可能性だったんだ。100万分の1、それは気の遠くなる数字だ。それでもかけがえない人を救うためならかけてみるだろう。だがここで問題起きたんだと彼は苦々しく気する。このオセセの研究は死として進まなかった。反対する輩が大勢いたんだ。悩かしいことにな。彼の声はまるで無代わり笛のようになって僕の耳に届く。それは鳴りやむことを知らない。不正中が活発化し大増殖する危険性があるとかでためらってばかり。脳内に説得しても毎回毎回口の部屋が無理だの一点張り。もちろん私の望む実験はできない。ある誘発剤と一緒に卵を飲みはクイーンの確率が高まることは突き止めたのだ。ギリと彼は唇をかみしめた。だから私は他のみんなにも内緒で誘発剤を水の中に入れ被験者に飲ますことにした。水の中に入れた。僕は言葉を飲んだ。原田さんや黒崎さんの断末唾が一瞬蘇る。なんてことだろう。彼の瞳の奥に広がるブラックホール、そこには後悔もためらいも映らない。ただ無限に闇が続いてる。彼の実験のために無我夢中でそれだけを考えて行動したんだ。どんなリスクがあるのかも顧みずに。ゆっくり様子を見る。リスク、そんな余裕はあの子にはないんだ。全ては妹のためだ。あの子のため、彼女のため、その言葉は幾度も湧き出す。だからといって人を殺してもいいと思ってるのか、小暮さん。歯を食いしばって繊維質な武器を押さえていた小暮さんはついに大声を張り上げる。それ以外の行動を忘れたかのようにガラスを投げつけた。だがそんな小暮さんの行動や言葉の意味を理解できなかったんだろう。室崎さんは一瞬瞬瞬し口をつくんだ。だがやがて前に増した妙な明るさで彼は笑い出した。その笑いには微塵も罪悪感など含まれていない。そしてそんな質問をする小暮さんを目指すように。ここに来るような社会の国に対してなんかどうでもいいんだよ。その紫さんは聞せた。人間は上じゃない。人の命をお前が測るな。小暮さんは怒りを抑えきれないのか感情が一気に溢れ逸する。だがそれとその話したように彼は冷静に言葉を紡いでいく。ここに来る被験者たちはバカばかり。こんな奴まで他の人間と同化者だと認められないなんておかしいと思わないかい。だったらその昔の命を医療の進歩へ捧げた方が有効的だろう。妹のためになった方がずっと価値が出る。おおすごいね、ボイスだったね今。交渉が民を寸作に響き当たる。それがふざけるなと言いたいんだ。何が妹のためだ。貴様は妹を理由にして現実を見ていないらしいじゃないか。小暮さんは自分の思いをひたすらに言葉に乗せ投げかけ続ける。だが、そのことは届かない。何を言ってるんだ？君だって妹が大事だろ。大事だ。大事だからこそ、誰かを失う気持ちを他の人たちにも味わわせていけないんだ。相入れない思い。こうさせない考えの、大さら気が続いた。自分を犠牲にしても妹を救いたい。だが、それは誰かの命を踏みにじるわけじゃない。その言葉にうっすらと彼は笑みを与える。まるで、それは血の通っていないマネキンのような重みだった。奇弁だね。私たちが生きていることだけでも植物に動物様々な命の上に成り立っているじゃないか。この世界は
何かの犠牲にまだ生きてる。だったら妹のために誰かが犠牲になってもそれは咎められることはない。わかるかな。信じられなかった。かけがえのない人のために何かをしたい。かけがえのない人を守りたい。それは誰でも同じ思いのはずだ。でも目の前の男はそれを意識していた。そしてその思いはどこかねじ曲がってる。自分のためにかけがえのない人を守りたい。かけがえのない人を守るためなら誰を犠牲にしても構わない。あの子のために、彼女のために。そう彼が叫ぶたび、それはどこかの悲鳴に聞こえた。失うことの怖さ、近い石崎を見続けてたくさんの生の尊さを忘れてしまってる。本当はきっとその大切さが彼も分かってるはずなのに。アイさんやコレさんがアイさんを思う気持ちにあんなに優しい表情ができるのに、どこでその心は歪んでしまったんだろうか。で、こっからとても大事な話だ。僕の思惑をよそに高揚した顔で彼は今まで以上の高らかな声を上げる。やっと見つけたんだ。彼女は100万分の1の存在。小暮さん、君の妹はクイーンを宿してるんだよ。彼は興奮が抑えられないと言わんばかりまくしゃてる。貴様何言ってるんだ。分からないのか。だったら教えてあげよう。君の妹は初めて虫との妖精に成功した人間だ。エミリー、彼女の下に覆いかぶさり触れていたのがその証。クイーンは指導のように敏感でね、わかるかい。彼女は死に引き寄せられたんだ。その場面なのか。ありましたよね、そういう場面。やはり自分と今までの行いが正しいんだと彼は笑った。それに自分を守る虫の溶液にも反応していた。アリと一緒だ。分泌腺から出したフェロモンでお互いの状況や場所を把握する。クイーンに変貌してた彼女はさらに反応したんだ。そして今まで掴み潰してた虫をもう一度舐めるように見つめると、ニターッと笑うと、潰した虫を地面に抱きつけた。こいつはもういらない。伏せ落とした虫を足でにじると、今度は指でアヤさんの方をなぞる。もう私の手の中にクイーンがいる。あや。この子は神様と贈り物に違いない。やっと手に入れることができる。紫、貴様、何をするんだ。小暮さんは大声張り上げ、ガラスを思いっきり抱きつけた。だが、決まってる。これからクイーンを敵視するんだよ。とても大事なところだから静かにしてくれ。私はね、妹のためには何だってするんだ。そして突然、彼の目つきが変わった。今まで見たことのないしばしった目だ。その時、小暮さんの不安は頂点に達した。前に座るな。しかし、その声は紫さんに聞こえない。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。